月 YouTube のチャンネル登録者数が1万5000人増加しました。私のチャンネルを登録してくださりありがとうございます。年内10万人目指しているので、チャンネル登録まだの方は登録お願いします。バズった黄金糖スイーツ4000、桃でフルーツ飴作ったら美味しいのでは。桃の皮を剥いたら型抜きで好きな形にカット、固まるまで冷凍庫に入れ。黄金糖骨粒水かさじ1/4、1分レンチン。凍った桃に黄金糖をつけ冷凍庫で冷やしたら、ひとまりのジュースで冬桃に完成。これは何のたまたま？そうだよね、黄金糖だよね。黄金糖をカットしたらクッキーの型で振り抜いて、かわいいクマちゃん、クマちゃんに爪楊枝出し。冷凍庫に入れ。黄金糖8粒水小さじ1/4、1分10秒レンチン。熱々の黄金糖をクマちゃんに絡めたら、黄金糖で簡単にかわいいクマちゃん黄金糖を作れるね。激甘トーストで毎朝脳を驚かせよう。黄金糖9粒ワッフルメーカーに入れ。溶かしたら上から食パンを切ったから加え、いい匂いがするまで焼くとじゅわじゅわ。半分に切り、お好みで粉砂糖を振りかけたら、カリカリのキャンディバタートースト完成。フライパンに飴をこすってフルーツもこするとフルーツ飴作れる。セブン入れの冷凍フルーツ串刺し。フライパンに黄金糖入れ、溶かしたらみんなフルーツかすりつけフルーツ飴みたい。ちゃんとパリパリ水なしで簡単にパリパリフルーツ飴作れるね。